フェルナンド・ゴンザレスはチリ出身の元テニス選手で、ツアー通算14勝、生涯通算成績479勝300敗の選手です。主な大会成績では、全豪オープン準優勝、全仏オープンベスト4などがあり、2007年の全豪オープンでは、ナダル、ブレイクといった強豪選手にも勝ち抜いて準優勝しました。最盛期には、なんと世界ランキング5位にまで上ったチリで英雄的な選手です。こんにちは、テニスソウルです。今回の動画では、フォアハンド最強の一人であるフェルナンド・ゴンザレスのフォアハンドについて解説していきます。バコラーとして呼び声高いフェルナンド・ゴンザレスですが、破壊的なパワーで試合を支配する攻撃的なフォアハンドは一体どのように打っているのか、それでは見ていきましょう。ゴンザレスのショットの特徴は、圧倒的なスピードと凄まじいトップスピンで、フォアハンドスマッシュという異名がついたほどです。スピードも兼ね備えたトップスピンショットはもちろん、甘いボールを打ち込むハードショットは威力抜群で、圧倒的なフィニッシュスキルを持っています。解説1。ゴンザレスのフォアハンドを見てみると、とても大きくテイクバックをしていることがわかります。高い位置にラケットをセットし、そこから全身の筋肉をフルで使って振り抜くことで、スピードとトップスピンを兼ね備えたショットを打っているのです。ゴンザレスのプレイスタイルは、トップスピンショットを打ち、甘いボールが返ってきたのをハードヒットで決めるというものが多いので、威力を上げるために大きなテイクバックをしています。解説2。フォアハンド時の左手を見てみましょう。テイクバックした時には、上半身を大きくひねり、左手が体のほぼ真横に来ています。そこからインパクト、フォロースルーにかけて、勢いよく左手を引くことで、とても高速な上半身の回転を生み出しています。この回転がショットの威力につながっています。解説3。フォアハンド時の足を見てみましょう。テイクバックの時、膝がとても深く曲げられています。深く曲げた足をインパクト時には元に戻し、体が浮くくらい地面を蹴ることで、下半身のパワーも全てショットに向けることができます。全身のパワーを極限まで有効活用して生まれるのが、この破壊的なショットなのです。解説4。肩の動きを見てみましょう。テイクバック時、左肩を大きく回し、背中が見えるほどに体をひねります。そこからインパクト時にひねりを解放し、フォロースルー時には右肩が大きく回って、反対側の背中が見えそうになるほど体を回転させます。体が180度回転するくらいの勢いを持ったフルスイングがゴンザレスの特徴です。まとめると、大きく高いテイクバック、左手を大きく回した体のひねり、深い膝の曲がりと地面の蹴り、体が半回転するほどの勢いを持ったスイング、この4点がゴンザレスのフォアハンドの特徴です。個人的に好きなゴンザレスのフォアハンドのシーンは、2007年の全豪オープンでの3回戦、レイトン・ヒューイットとの試合です。当時世界ランキング1位だったヒューイットに対しても、強気なパワープレイで試合をリードしていました。この試合、6対6と接戦を期していたゴンザレスですが、ゴンザレスのリターンゲーム、バックハンドのリターンでボールが前に落ちてしまい、ヒューイットがネットプレーに持ち込もうと前に出てきます。クロスのボールで走らされる中、悪い姿勢でもゴンザレスはその持ち前のパワーでクロスにとても速いショットを打ち返し、ノータッチでポイントを奪いました。いかがだったでしょうか。今回紹介したフェルナンド・ゴンザレスは、ミスが多いこと、フェデラー全盛期にプロになった選手であること、この2つがなかったら世界一になれたとも言われる偉大な選手です。現代のテニスでは、
ベースラインでトップスピンでラリーを続けるようなスタイルが多いですが、ゴンザレスのようにパワーショットで試合の流れを変えるようなプレイスタイルはやはり応援したくなりますよね。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。